ジョン・バリーは、イギリスヨーク出身の作曲家。多くの映画音楽の作曲を手掛けた。中でも、007、ジェームズ・ボンドシリーズの曲は広く知られている。ゴールデングローブ賞とアカデミー賞を5回受賞している。1933年イギリス生まれ。父親のジャック・バリーは、映画館や劇場を経営していたため、ジョンも幼い頃から映画に親しむ。一方、 ピアニストの母親の影響で1941年9歳からピアノを弾き始め、後にトランペットも習い始めた。10歳で、よく寺院のフランシス・ジャクソン博士に音楽教育を受け、ロンドンの音楽学校で作曲と楽器法を学んだが、1年経たずして中途退学となった。その後3年ほど、地方のジャズバンドで演奏していたが、 平役に王子軍隊のバンドで演奏活動を続け、そのまま作曲、編曲、ハーモニーをスタン・ケントンに通信教育で学ぶ。除隊後は、軍の友人たちと R&B のバンド、ジョン・バリーセブンを結成。ジョン・バリーとポール・ベートマン2006年、ロイヤル・アルバート・ホールにて1957年に EMI レコードと契約を結ぶ。その後、 クリフ・リチャードや多くのアーティストのプロデュースやアレンジを手掛け、テレビの音楽を担当した後、アダム・フェイス、ピーター・セラーズの映画のスコアを書き、1959年に、ルッチャイネーゼで本格的に映画音楽に進出し、007ジェームズ・ボンドのテーマの編曲で名声を博した。マッド・モンローで有名になった、ロシアより愛を込めては、ライオネル・バート作曲、ジョン・バリーが、 映画音楽担当、野生のエルザは、ジョン・バリー作曲である。また72年の、フォローミーは、作曲ジョン・バリー、評価された歌は、テルマ・キーティングで、日本でも、スマッシュヒットしている。1953年、バーバラ・ピカードと結婚。一時を設けたが、1963年、離婚。1965年、女優のジェーン・バーキンと結婚。 カズメケートバリーが生まれたが、1968年に、離婚。1969年ジェーンシドニーと結婚。1971年離婚。1978年1月、現在の妻、ローリー・バリーと結婚。1970年代途中まで英国で過ごす。その後少しの間スペインで過ごし、その後、映画の仕事のため飛米。 ニューヨーク近郊のオイスターベイで暮らす。1988年、肺炎による、食道破裂を患う。2011年1月30日、心臓発作のためニューヨークで死去。77歳没。ジョンバリーワズ・インダクテッド・イントゥ・ザ・ソングライターズ・ホール・オブ・フェーム・イン1 9 9 8 a b ジョンバリー死去への映画音楽作曲家47ニュース。 ジョンバリー氏イコール A 作曲家、奥闇、社会、読売オンラインハット http コロンスラッシュスラッシュ www.independent.co.uk スラッシュアーツ、アビッチリーライオネルバート -185282h ありがとうございます。